えー、このビデオはもう第7週になります。第7週は SOP ですね。えー、SOP について話しますが、えー、この1本目のビデオでは、この SOP とは何か、えー、どうしてそれを作るのか、そういうことを話してみたいと思います。はい。まず SOP っていうのは、えー、スタンダードオペレーティングプロシージャーですね。はい。で、今、えー、案とね、大体同じ、まあ、授業で使うときは教案と大体同じ意味ですけど、 えちょっとですね、意味が広いですね。共案というのは普通は授業のプランのことです。ティーチングプランのことですね。えー、ですから、えっ、ー、と、このですね、評価、テストとかの方法について考えておくことも SOP の中には入ります。でも、えっ、ー、と、評価は授業じゃないですから、共案とは普通は言わないですね。はい。じゃあどうして、えー、この SOP が必要なんでしょうか えっとね、やっぱり一番大きいのはこの授業について考えることができるっていうことですね。はい。それから授業の前にこの SOP を見せて他の人の意見を聞くこともできます。えー、そして、えー、この SOP を作ったら授業の前に練習をすることもできますね。はい。それから2回目にですね、同じ授業をするのもとても楽になります。こういう理由があるので SOP を私たちは作っていますね。 えー、構成としては、まあ、誰が担当するのか、先生の名前、そしてクラスの名前、クラスの目的、これとても大事ですね。えっ、ー、と、みんなの日本語だったら、あの、文系がここには来ることが多いです。えー、そして手順、えー、授業内容。まあ、この辺はね、あの、教科書によって全然違います。はい。えー、で、評価は、あの、まあ、目的と同じね、それが、あの、評価できているかどうか。それも、あの、えっ、ー、と、この SOP に入れることが多いですね。 はい。で、授業内容ですけど、えー、このですね、えー、やっぱり最初には目的も入れるあの、あの、目的を話す必要があります。学生に目的を伝えますね。で、最初に導入の部分があります。これ、あの、文系シラバスのオーディオリンガルの場合です。みんなの日本語とかね。かなり古いタイプですね。えー あの、今の、最近の、あの、現代的な教科書ではこういうことはしませんけど、はい、えー。古い教科書では導入とかが必要です。で、この時に何が必要かっていうと、場面。これとても大事なので、えー、忘れないでください。場面ですね。どこが、どこで、誰が、誰に、なぜ、どうやって言うのか。そういうことを、えー、設定しておいてくださいね。会話のね。どういう、どこで、えー、そういう文が言われているのか。えー、それから意味、形、例文。こういうことも導入の時に必要です。 そして文系練習をして、えー、学習者を、えー、先生が評価するところ、そして学習者から先生が評価されるところ、えー、こういうのも、えー、今、あの、必要です。はい。で、大事なのは授業の目的なんですね。えー、SOP ではありません。えー、で、まあ、授業っていうのはね、相手が人間ですから、やっぱり想定していなかったことも起きます。で、その全てを、えー、ま、あの、準備しておくことはできないんですね。 予測して準備することはできません。だから状況が変わったらこの SOP から離れても外れてもいいです。そして SOP に書いてあることをあのしなくてもいいですし、SOP に書いてないことをしても大丈夫です。だけど目的を忘れてはいけません。それからね、調べたことを全部教えなくてもいいです。これもとても大事。あの あのね、授業中にどんな質問を受けるかわからないですよね。だから、あの、特に経験がない、経験の浅い若い先生は質問のためにですね、すごくたくさん準備しておかなければいけません。で、そのために調べることもとても大切なんですね。えー、でも、えー、調べたことを全部教える必要はありません。というか、全部教えてはいけません。そう。大切なことだけを教えてください。 はい、えー。じゃあ、それでは次のビデオでは、あの、このみんなの日本語ね、この教材を使った時の SOP について考えてみたいと思います。はい。フィルム連携。